ロリポップさんからいただきました。いつもありがとうございます。現役女子高生です。可愛いもの大好き、甘いもの大好き、おしゃれするのも大好き、はいはいはい、女子力アップのために日々精進している私ですが、うん、一向に米長さんの女子力に勝てる気がします。だから、うん、なんだかもう女の子でいるのが辛くなります。女の子なのに米長さんに負けてる私が黒なんでしょうか、それとも人間界では一応男性ということにしている米長さんのにじみ出る女子力が黒なんでしょうか。そしてどうしたら米長さんに勝てるのかぜひ教えてください。私以外のリスナーさんも同じように思ってる方いらっしゃると思います。待て、ロリポップということです。ボス、ロリポップ待って、人間界ってなんだよ、おかしいだろ。俺人間界に想像してるよ。これはなあ、もう仕方がないんだよな。いくらな女子力をこう頑張ってるとは言っても女子高生、まあ言っちゃえばアマチュアなんだよまだ。そうだね、相手はプロだ。そうですね、相手はプロなんて言い方もどうなんボス。だな、なんかもう泳ぎでイルカに勝とうみたいな。わかりやすい。人間がな、いくらな、うん、泳げてもな、そうやな、世界記録持っててもイルカにはかなわないんだよ。そうやそうやそうや、その通り、うん、だから、うん、君は悪くない、うん、悪いのはこのカッパだ。お前の人生がこうして女性たちを傷つけてんのかわからんのか。ボスがいつもよりも熱い。ボスだってそんなこと言ったって、僕別に女子力が高いわけじゃないっすよ。夜の女の子たちが普通に見てなんか女子力高いって言ってるだけで、僕のツイートを見てもなんか女子力高いと思われてるらしいですけど、まあ、しょうがないですね。もうね、やってることは言ったって普通でございますよ。それが普通と思ってるからね、もうね、しょうがない。そうですよ。まあでもね、これからほらボスがね応援してくれたので大丈夫ですよ。応援してたんだ。ロリポップ頑張れ。はい。